しゅんちゃん三楽天の回し物おもろかった。おもろかった。あれ大学生ぐらいかな、あのお姉ちゃん二人組ってな、あのアルバイト。テマンゲリオンアットマークドキュンさんこうちゃんやほ。普通に半分ぐらいくれたら俺半分配ったったのにな。え、いいんですか？あ、いいよ。手伝ってくれる暇やから。って言おう思ってんのにな。いや、いいです。とか言われて。何いいですって。きっとあのお姉ちゃんもいい社会勉強になったやろな。ナンバーの街って怖いわって。普通にビラ渡してただけやのに、なんかビラ勝手に配る人おったみたいな。どっかツイッターに書かれたらいいのにな。ビラ配りのバイト行ったら勝手にビラ配ってくれた。そんな全然平気。うわ、外気温5度やで。何、昨日まで22度とかやったの、急に5度やで、おい。あったらしい。あ、でも今、このまま真っ直ぐ帰ったらあれやな、また時間余んねんな。もうどうすんの、この時間は、こういっぱい余って。もう俺んちすぐそこなんだけど。30分うろつくのがもう大変なんだけど。テマンゲリオンアットマークドキュンさん4度。あ、4度そっち。マジで。でも1度しか変われへんねん。大阪で5度やのに。しゅんちゃん3なんで次枠開いたんバカなの。お前がやれ言うたんや。まあ結構お腹いっぱいやねんけど、ほんまに。ちょ、マジでお腹いっぱいやねんけど。生ニンニクがいっぱいすりつぶしたやつがそのまま入ってるだけの。あれはあかんやろ。絶対、口もすでに、自分でニンニク臭いのもすでにわかるし、もう下痢になってるで、半分、お腹。やばいで。辛さとニンニクで、うん、絶対次の日下痢になるよ。しゅんちゃんさん、明日配信だな。日曜日ちょっと配信多めにしようかな思ってて、日曜日ね、嫁がいないのよ。嫁があの会社の慰安旅行で日月いないから、日月はね家で酒飲もうかな、酒雑しようかな思ってて。しゅんちゃんさん、嫁とのコラボしろや。嫁はだから明日一日休みやからな、イチャイチャして日月おれへんからな。ああ、もう死にたい。地球爆発せえへんかな。パッカーンって割れたよね、地球。しゅんちゃんさん、ってことは明日嫁とパコパコやな。ツイッターで報告しろよ。テマンゲリオンアットマークドキュンさん、まだ酒残っとるんか。いや、酒なんかもう何にも残ってないよ。もういろんなものを買い足し買い足しやけど、何にも今ないよ。今、酒の在庫家に何もないんちゃうかな。またな、買わなあかんな。このとこずっと中杯飲んでた、缶中杯飲んでたけどな。青森も全部なくなったしな。あ、日本酒がいっぱい残ってるわ。いつも行く、知り合いの会社がもらうお歳暮をもらったやつ。あ、それ事務所置いとこうかな、あっちの大黒町の事務所な。お酒。うん。そこで俺、ずっと日本酒飲んどくわ。お姉ちゃんに見えちゃっとさしながら俺ずっと日本酒飲んどくわ。なれへんな、電話、暇やな、言いながら。しゅんちゃんさん、日曜酒雑からのメンヘラ、あ、見えた。なんでやねん。なんでメンヘラって。もうヘラることも、もう、ね。テマンゲリオンアットマークのキュンさん、土産は地酒に決定やな。あ、マジで？ありがとう。待ってるわ。もうさすがに言うことがないわ。2ヶ月やで、2ヶ月。もう2ヶ月経っとんねんで、なあ。
何を言うことがあるの、もう何にもないんだけど、 LINE ももうだから繋がってないから分からんし、今それをなんか言おうとしたところで何のネタもないねんけどみたいな。だからもう今一生懸命新しいかりんちゃんと LINE をしてるけどもやな。かりんちゃんにもあのこの間20万取られてんお姉ちゃん2人に言ったらやばーって言ってた。やばーって言われた。神客じゃないっすかみたいなこと言われた。神客っていう言い方をするなと思いながら。でもかりんちゃんは別枠やでって言ったら、じゃあ別枠予約って言われた。何や別枠予約ってどういう意味、じゃあ予約じゃ約束って言われた。かりんちゃんは別枠の約束があるらしい。別枠で約束するらしい。よくわからんけど、タイミングはようわからんのよな。直球で言うて配信出てもらうか、ATM、YouTube とかね、こっちでの生配信も出てもらうかどうかやな。今ちゃんぐらいノリが良かったら全然いいねんけどな。そう ATM 言うたら2、3万やろ。そんな全然別にそれぐらいはな。YouTube で稼いでくれたら、どうせデリヘル、あのどこその辺の普通のお姉ちゃんと会った時も全部デリヘルデリヘルって書いといてな、デリヘル動画にしといて、なんかほんならもうあのそれだけでみんな必死こいて検索、デリヘルっていう文字をつけとく、題名に入れとくだけで動画再生されるからな、 YouTube なんか。デリヘル関係ない動画たまに、あの俺のじゃないけど他のやつの動画見てみやん、デリヘルで検索して何にも関係ない動画にデリヘルっていう題名だけつけた動画たまに流れてて、これ何と思ったら何にも全然関係ないまま終わるんねんけど、結構再生されてたりするから、題名ってそんだけ大事よね、 YouTube は。YouTube とかこういう配信の題名って枠の名前ってすごい大事やっていうのがそれでわかるわ、ほんまに。何にも関係ねえ、ただ兄ちゃん一人でわーわー言うてるだけの、なんかブツブツ言ってるだけの枠で、それがなんかデリヘルっていうなんか題名が入ってて、結構あの検索で引っかかってすぐ再生されんねんけど、何にも思んないねんけど、お姉ちゃん出てきへんよこれみたいな、そんなんありみたいな。ちょっと暑いから外歩こうか。ちょっとさっきの、激辛ラーメンのせいで、汗かいてんねんけど俺。一人で汗かいてんねんけど。なんか手落ちてたね、今。しゅんちゃんさん、徘徊配信も定番化しそう。定番ではない。よいしょ、帰ってきた。ありがとうございました。お腹いっぱいです、ごちそうさました。暑いわ、マジで暑い。暑っ。カードが残っています。今運転席の扉だけ開けてるけど、なんかちょっと涼しい感じやもんな。ほんまは5度やから寒く感じるはずやのに、なんか後頭部って書いて暑いから涼しく感じるわ。よいしょ。しゅんちゃんさん、風船をプレゼントしました。風船です。ちょっとみんな寝てるからな、あんまり大きい声出したらあかんで、寝てるから。ほら手落ちてんねんけど、あ見えへんな、暗くて見えへんのとここに手落ちてんねん、手片手だけ落ちてんねん。なんで軍手って片手だけ落とすんやろな。両手を同時に落とすことってあんまないよな。大体片手だけやで落とす。たまにあるよな。
どういうことね、あのパンツとかさ、キャミソールが捨てられてるってあれどういうことなの、レイプされたんって思うんだけど片方だけな意味が分からんな、ね、それレイプされてんのそいつらは18分もあるやん、寒いねんけど、ちょ車戻ろうかな、ちょ寒いわ、さすがに寒いわ、 暑いから外でうろうろしたらと思ったけど、さすがに寒いわ、5度は後頭部凍りそうやわな、5度やで、汗かいてる後頭部がな、凍りそうに寒い、君たち早く寝なさいよもう、ね、あなたたちじゃあどうせすることないんでしょうけど、暇人なんだけどやな、な暇人で誰も相手してくれる人がいないな、あの寂しいやつらなんだけど、なんやろうけどやな、もう寝ろよ本当にちょマジで説教枠にしたろうかほんま一人は言うこと聞いて寝たんちゃうか、ほら一人は言うこと聞いて減ったぞ今さっきずっと2やって3になって、右左が3になって右が4になってまた増えたな、ほんまやあ、もうすでにおなら出てきた、もうさっきのあのカラッカラッカララーメンのおならが出てきてる、やばいもう下痢まっしぐらい、これさっとちょさっとさっとさっと、とりあえず車乗ろう、とりあえず車乗ろう、寒いからとりあえず車の中乗ろう、エンジンかけんでいいからとりあえず車の中乗ろう、車の中、あったけ車の中、ついさっきまでエアコンかかってたから暖房かかってたからやっぱあったかいわ、うん、まだ3人になったぞ、だから寝ろっつってんだろ君らは本当にね、あなたたち、え知らん、仕事してる人は仕事しときなさいよえしゅんってああそう最近ねこの子ね結構コメントくれるんですよマジで、ああサブサブほんまやな、この時間帯は暇なのみんな配信者も暇な時間なのこの時間帯ってサブああ朝日奈シャマアリが3見つかるに決まってるやろがい、だいたい僕の枠開けたらこの子しかおれへんよ今だいたいこの子しかおれへんよ、だいたいあのおっさんまた枠開いとんな思ったらその1か2のうちの1人はこれやから、この子やから朝日奈シャマアリが、そうそうこの子ね、もうこの子が手またんなんだから、うん、だからこの子が手またんかアロさんかマイメロちゃんもうそれであのここにあの太郎田中さん乗っかってくるかどうか、これマジで何がいいのよ、ちょ何がいいの、何だ居心地ってよく分かる、何だ居心地ってよく分からんわ、こっちケチョンケチョンに言われてるだけで俺全然居心地よくないんだけど大して何とも思ってへんけど、手間
パチンコ三昧。あ、マジか。パチンコしてるな。あー、お腹いっぱいや。追加でご飯頼んだのもミスやったけど、普通にあの味噌ラーメンにしときゃよかったのな。あの辛口にしたのはあれはもう大きな間違いな。ほんま、あかん。まだ口腫れてんねんけど。あれどっからどう見てもキムチラーメンやん。朝日奈シャマアリが三男かな便秘やねん。しゅんちゃんさん適度な飯うま居心地いい。ほんまな、君らは何、ちょっと僕が愚痴ってるのを聞いてなんかざまざまみたいな。うんこの話しだしてこの人どうしたらいいのこれ。ニンニクラーメン食べたらうんこ出るんじゃない。激辛ニンニクラーメン食べたらもう絶対うんこ出るわ、うん、激辛やしニンニクやし、ね、いやもう無理です。もう無理です。もう帰って寝ます。5時までやからそこ。夕方5時から朝5時までやから営業時間。残念。今日間に合わないわ。残念な。ああ、まだ口腫れてるわ。まだ多少口が腫れてるわ。さっきのあのキムチのせいで。だってスープが真っ赤っかやったやろ。あれ味噌ラーメンちゃうやん。あれか、何キムチラーメンやん。来なくていいです。来なくていいですというか、僕が事務所にいませんから大丈夫です。めったにいませんから事務所。事務所におんのは1階のあの玄関が閉まった時間帯以降にだから誰も入ってこれないから。なんでバレん。警察呼ぶわ。そうだもん。でも監視カメラだらけやねん、あそこのビル、うん、すごいな。あそこのビルほんまに監視カメラだらけで、多分ね、普通ほらあんなテナントビルやから6時7時みんな帰っていくやん。俺6時7時から来て一人で夜中までおるから、だいたい何こいつ夜何してんねやろってみんな周りに思われてるみたいで。犯罪やないか。ただの犯罪やないか。でも次ね、もう一個事務所借りる予定なんで。いや大体おるかもやけどやな。いや大体もおれへんな。半分ぐらいかな。5割ぐらいの確率でおるかもやけどやな、うん、まあ、まずあのビルの中に入られへんし、うん、朝日奈シャマアリが3札垂れおじさん。何札垂れおじさんって何。何なん札垂れおじさんって。どういうこと。警察垂れ込みおじさんってこと、うん、よくわからんけど。次はちょっとね、別のところにも事務所を借りて、そっちに常駐しようかな。そっちにお姉ちゃんと常駐しようかなと。でそのお姉ちゃんに仕事させながら、なんやったらちょっとあの僕の枠にもちょっとたまに登場させて、うん、もういろんなもうありとあらゆるものを複合させようかな、うん、そんなんあんねん。ね寝れない便秘で寝られへんとか、そんなんあんの。身もたりで寝られへん、うん、そんなん微妙やな。朝日奈シャマアリが三お腹とお尻がうんうん。そう、お腹とお尻が便秘でお尻が何かなることあんの。僕ずっと快便だか分かんないわ。だいたい快便だからね。下手したら1日3回ぐらいも動くからね。あー、詰まってる感じ。あー、詰まってる感じな。詰まってる感じしたら俺逆に食欲出えへんから、それはそれで辛いけどな。もう食欲出えへんかったらなんかすごい闇闇モードみたいになってまうからしんどいわ。あるある圧迫感。普通に何下痢でもなければゆるうんこでもない、普通のうんこが1日2回3回出るからな、うん、マジで、うん、なんかこう18個の可愛いお姉ちゃん入ってけへんかな。もううちの看板娘と俺もイチャイチャしとく、ずっとイチャイチャ配信するわ。もうそんな子おれへんかな、マジで。あの紹介してくれたスカウトバッグは払うよ、うん、あでも稼がれへんやろな。稼げるお姉ちゃんどっかおらんかな。まあまああいつは自分で稼いでくれるからやけど。三春はこういうコメントばっかり書いてきてるよ。さんとか春日さんの枠で次目をつけられたのがあなたです。どういうこと、どういうこと、こういうコメントばっかり書いてきてるよっさん。そうね、よっさんとか何赤心の枠におったコーナー、マジでか。ね、なんで次俺なん、おかしいやろ。
全然向こう大手やないか、化け物やないか、どっちも、どっちも本間物気違いやないか。僕普通の人よ、ね、普通の人、こんな普通のサラリーマン、ターゲットってターゲットってね、ターゲットおかしいやろな、よっさんとか赤心とか本間物外吉やないかなもんな。あどっかどう見ても僕は普通のサラリーマンでしょ、ね、いいお兄さん、普通のお兄さんでしょうよ、ね、なんでそれがターゲットおかしくない。そもそも人種が違うん、人種が、あの時か あの時のせいやな、なんかどっかの道端でカッパーンって足開いてはった人おったな、びっくりしたあれ、怖くてよく声かけへんかったけど。今日の昼の配信見直せ、ああれですか、あの僕が、あのなんだろう、今日お昼何食べたやろ俺、今日ステーキ丼食べたんやな。あ、一人で美味しくステーキ丼を食べた配信を見直せばいいのかな、僕は。うん、ね、そうそうそう。おとなしくね、お上品にステーキ丼をゆっくり食べた配信ね。才能が分かんないです。おまたパッカン配信は僕がやるんじゃなくて、あなたがやったんですよ。僕はやってないですからね。ビラ配りおじさんって何？あのなんかあのあれやろ、オレンジ色のなんかわけのわからんこうジャンパー着たあのチャリンコ移動おじさんやろ。あのおじさんいろんなあのお姉ちゃんとかに声かけとったな、千日前でアムザス編の前で、あんなあり？俺もあんなあのなんで勝手になんていうのジャンパー作って駐車場監視員とか書いといて、あれでナンパしたやんじゃん、そうあーん言うてね、なんか男の人2人組が声かけようかな思ったのに、あーんとか言うてるから気持ち悪がって、その人らも知らん顔してどっか行ったっていうね。あんなこと僕恥ずかしく言うできないです。そんな千日前とか難波のど真ん中でね、目が覚ましたーとかそんなよう言わないです。あんな商店街の中でね、そんなよう言わないで、ビラ配りしてるお姉ちゃんからビラをあもらってね、あれですよ、ビラ配りのお姉ちゃんから踏んだくったビラをね、勝手に自分でその辺の人に配るとか、そんなんようやれへんわ、恥ずかしくて。ちょっと頭おかしいと思えへん、そんな人な。ビラ配りでもらったビラをね、それ自分そこでバイトしてるわけでも何でもないのに、わざわざそれをね、その辺の人に律儀に配って、もうなくなりましたとか言いに行くとか、頭おかしいやろほんまに。よう分からんわ、ほんまにね。絡まれるより絡んでくる方がどういうこと、よく分かんない。受けよかった、どういうこと、何が分かんないです、よく分かんないです。才能分かんない。俺の YouTube 見て寝る人もすごいよな。大体僕は七原くんか暗黒見ながら寝るけど、俺ボクチョン TV のコージンの YouTube 見ながら寝るって怖いわ、気持ち悪いやろそんなやつ。あでも沖縄のこの間のゆまちゃんの枠見たけど、なんか寝てた、俺がベッドに寝てるところをゆまちゃんが映してて、それをなんかその後ゴソゴソゴソってパックンチョされて、そこからなんか音が途切れんのよね。それが警告やったみたいやけどな、なんかもう あそこでアン言ってたかどうか知らんけど、多分あの時に一回上の口でパックンチョされて、次下の口でパックンチョされてるはずやねんけど下の口でパックンチョとか絶対言うとあかんやろ。でその後にキーちゃんが入ってきたのよ。気づいたキーちゃん座ってて、でキーちゃんとキーちゃんの唇柔らかかったな、あの子の唇。朝日奈シャマアリが三嫁かわいそうに。え？いや嫁はちゃんと僕が毎日お家へ帰ることによって嫁は嫁で幸せを感じてるんだから、それでいいのよ。ね？嫁は嫁ちゃんと大事にして幸せにしてるから、それでいいのよ。たまにちょっと遊びに行くだけ。そうそうそう。ね、ああお腹痛い。キーちゃん可愛かったな。え、人数の問題じゃないです。男の人ってね、だから人数じゃないんですよ。そうやろ、ざまみろ、ね。たまにはそういうのを流しといてあげることによってね、今まで寄ってきてた虫けらどもがね、クソ、クソ、ラブラブしやがって。
ほんまは幸せやんけこいつっていうね、そういう枠もねたまにはしつつね。そうそう、なんでよ、なんでよ、嫁ちゃんとラブラブして楽しそうにカラオケで歌ってたやん、幸せそうに。それでいいんじゃないの。すべての得点嫁に負けたけど全得点嫁に負けたわ。あんな屈辱初めてだわ。あの採点おかしいで。っていうか多分あの僕の感情が今おかしいんやろな。やらかしてるってどういうこと？やらかしてるってどういうこと？やらかしてるんじゃなくてやられたのよ今回は。本当に今回はっていうかまあもう2ヶ月ぐらい前の話やけど。あ、パックンチョ？あ、パックンチョはそれはしゃあないやろそんな。でも半分以上、半分以上のお姉ちゃんで行ってないからね俺は、うん、7割以上行ってない、うん、お金払ってパックンチョさしても行けんの1割2割ぐらいやん。そんな入れても1割2割やねん。そんなパックンチョだけやったらもうじゃあやんない。いやだってえー、何が映画な別に。そんなね、お金さえ払えばパックンチョなんだから、お金さえ払えばパックンチョですよ、うん、どいつもこいつもパックンチョですよ。そうそう、あのこないえこないだっていうかその先週ぐらいはね、嫁に2連ちゃんで行かされたの。びっくりした。 なんでこいつこんな馬なったんと思って。すごいポイントを知ってるよね嫁って。見直したわ。嫁でも最近行けへんかってずっとそんなんやったのに、 嫁とここ何、ここ5年7年10年ぐらいな、あれよ、年に1回あるかないか、半年に1回あるかないかぐらいの感覚やったのに、先週2連ちゃんで、うわあかんあかんあかん、もうあかんって生かされるね。もうねそれ以上言われへんけどな。上の口でもうギリギリまで、ああかんあかんっていうとこまでで、下の口でパクッてプシャシャッてチャチャッて抜かれる。びっくりするでほんま、嫁恐ろしい。嫁も俺で練習、うん、それは分からんけどな、うん、まあ、嫁と知れても12年経つけども、うん、で嫁最初出会った時19やったからな。もうそれ31やからな今年、うん、浮気は、いや浮気ではない、デリヘルは浮気ではないよね、うん、風俗は浮気ではないから、うん、これは浮気ではないから仕方がない。2分だからもう家に近づいていこう。風俗は浮気ではありませんよ決して。お金で解決してるんだ。だから直引きで来たやつもあれお金払うといて正解やったのよ。私そんなつもりじゃないですって言って来られてても、一応やっぱり飛行機代とかなんとかでなんとかかんとか言って名目でお金さえ渡しといたら、後で何かあってもな、何を言われる筋合いもないんだから。まあ、あいつ一回も行ってへんから言われることないねんけど一回も行けへんかった俺、あんだけおだんだけやったのに一回も行けへんかった。どんだけがばまへんのこいつみたいな。まあ差し合わないわな、なんかやりまくってたらそうなんねやろな。まあでもあのガバマンとかいう、あのなんていうの、そういうのってあのもう生まれ持ったもんだから、別にそのやりまんだからゆるいとかそんな関係ないねんけどな、ほんまに残ってたら。もう数のポテンジャーを持ってるお姉ちゃんなんて100分の1から200分の1の確率可能性の問題やから、うん、そうそう、心だけ持ってかれたな、うん、マジで、うん、うまいことやられたわ。やっぱメンヘラはあのメンヘラが考えてること考えたら絶対あかんよ、うん、だって絶対理解できないんだから、理解しようと 思えば思うほどこっちが深みにはまるだけやから絶対そんなこと考えたら、うん、分かってんのに分かってんのにやってもだからな、うん、ちょっと隙間がありすぎたよな今回な、うん、ちょっと反省してます、まあ、そんなこんなでね、あ、そう今から帰って、よう分かったな、今から帰ってもううんこするわうんこするわということでね、まあまあ戻りますが、でーす、さよなら、ありがとうございました。さよなら、おやすみなさい。